第1回料理対決。よろしくお願いします。お願いします。やってみましょう。さあ、高校、私結構時間かかりますので。時間かかる。はい。まずは、今日持ち込んだ、カニ。カニで、こちらを解凍していきます。やべえ。あ、マジ。あれ、あれ、それでカニカマいらんっつったん。はい、カニカマいりません。なぜなら本当のカニがいるから。マジのカニ。やべえな、これは。マジのカニ用意して。はい、これを解凍する前にちょっと時間がかかりますからね、皆さん、ちょっと。そういうこと。はい。そういうことか。マジかよ。カニカマ？え？うわなんかね、こういうとこきっちりしてるのよね、なんかね。いよいよね、うん、まずは、歯応えが欲しいんですよね、皆さんね。いいですね、食感大事です、はい、うわ、青臭、青臭いわこれ、青臭いわこれ、ちょっと一緒に洗った。カニとカニと一緒に洗う。カニと洗った、出汁が出た。およし、よし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 、順調ですか。いや、わし、お湯作りたいね。お湯作りたいね。お湯作りたいねんけどな。 IH がね、勝手が分からないですから。そうね、火が見えない。俺、初 IH かも分かんないですよ、僕も。火が見えない不安がめちゃある。あるよね。もうさ、教父さんがなんかピピピピやってる。何してんのかなと思ったけど。バカにしてた。初 IH。 そうそうそう、よかった。それなんすか。それ、それなんすか。これはさっき買ってきた、餃子ですね。餃子、はい、冷凍餃子。これ餃子は評価関係ないんで、これはあのみんなの、みんなのおつまみ、やるだけです。待ちますよ。ゆっくりやってください。待て。何の状態で CP。 エラー表示。クラシックプロ。クラシックプロ出ました。これはもう強制終了。そうしよう。迷ったら再起動。ここまでどうですか、大奥さん。うん、ちょっと怪しいんじゃないかな。怪しくも見える、うん、段取りよくも見える。まずね、でもね、僕と一緒でこのやっぱり慣れてない環境に振り回されてるっていう感じがありますよね。そうですよね。否めない。確かに、うん、でも条件は一緒ですか。問題はこいつなんですよ。俺はどうしたらいいですか。これは自分で選んだからね、これ。これでも中の白は使わへんから、
とりあえず何かに出す、はい、ギュッてやるってシューッて出しておおおおね、うん、絞り出して、はいはい、置いとこ一旦置いとこ今からこれを茹でます。茹でたやつがカニカマみたいになりますというあれなんですよ。なるほど、なるほど、うん、おいだ。歳からこれも一緒に入れます。入れる。カニも入れる。いいじゃないですか。いいじゃないですか。こういうの匂いだけでちょっとぽくなった。ぽいぽいぽい。そういうのちょっと やりたかったな。タケノコを用意しました。はい、はい、いい色になりましたね。このなんちゃら豆は何やったっけ、このなんちゃら豆キムサヤ、ね、いい色になりました。おカニも一緒に、はい、カニも一緒にねそういうもんだからOK、ベリグッド。 OK、 こっちも分かってないからな。そうね、どうなるかやな。おおおおお、オークちゃんと違ってやっぱこう下ごしらえがあるよね。ここまでね。そう、ここまで、うん、なんか下ごしらえしてるだけでちょっとなんか本格的感は出る。確かに。これはね、ここにも身が入ってますんでね、はい、破壊します。いい香り、カニの香り、香りちゃん、いいね、香りちゃん、はい、あ、ほんないわ、カニの匂いしてる、うん、そのまま食べたい食べたいね、うん、そんなお二人には、はい、やった、いただきます。うまい。うまいっすか。めっちゃうまい。やった。なるほどね。いただきます。うまい。うまいえ、このカニ、カニうまいな。まあ、これね、もうあの、今日3月ですけど、もう3月入ってますけど、これ正月に使ったカニですから、ちょっと冷凍されてたわけですね。なるほどね。これをちょっとこね、ばらして、やっていくわけですよ。梅雨楽でいきたいと思います。梅雨楽、あん、それ、梅雨楽あん、あん楽、あん楽、あん楽、梅雨楽ちゃうのか。酒いきます。酒を使うからね。ここで結構大体。あれ、奥ちゃんを使ってない。僕使ってない。お、醤油入ります。お、ごま油入ります。お、まあまあいったな。いや、今の小さじ2杯ぐらいですね。すごい、サジを、サジを使わない。おお。だから、まあ、食べる人がもうどうなるんですね。おお。それは塩。塩ね。それは胡椒ですね。胡椒。まあ、本来はあのホワイトペッパーなんですけど、これはあのブラックとミックスされてますので、どうなんでしょう。私はあの胡椒が好きですので、ちょっと多めに入れてしまいましたが。これは？あれ？開いてる。生姜。これが入れすぎるんですよ、いつも。私。適量。はい。はい。この組み合わせはあの一度もやったことございません。初
つむ試みで。なので知りません。こうで、そうだろう。片栗粉。おお、ました。そのまま、そのままと。片栗粉はそのまま。これ失敗したときはそれをそのまま入れちゃった。そこに入れたの。そこに入れちゃったの。いやね、ザルでこしました。いや、そのまま入れちゃった。そう入れちゃった。どういう水分の状態になるのかが想像つかない。いや、もう完全に白玉ですよ。おお、直直容器を使わず、お玉で作る。お玉、はい、お玉でおおお、これはなかなか難しい。お玉が思ったよりちっちゃかったぞ。お玉状で表面張力で混ぜるのもこれポイントや。斬新。無理。作り直す。無理でした。いいですよ。もう餃子がね、もしかしたらやばいかもしれないですね。うん、おい、結構量多いね。贅沢ですから。焦げとんな。焦げとんかい。お、いいよいいよ。おー、紹介の料理。餃子長。うん。お？私思いつきましたね。炭酸水ですね、これ。おい。炭酸水。え？オプス。ソーリー。先生、ごま油。これ、ごま油間違ったか。今間違った。うん、間違った。違う。ごま油じゃなかった。違う。違います。間違えました。ごま油、まあまあいったな。私は片栗粉を入れたかったんですね。しょぼしょぼします。手が込んでるよね。うん、下ごしらえよね。正解かどうかわからんけど、炭酸入ったよ。それがどういう効果があるのか知らない。知らない。水は入れたかった。はいはい、なるほどね。水は、水をね、うん、ひょっとしたら水を入れるとちょっとふんわりするらしいかもしれないけど、またこう炭酸効果で炭酸の分、さらに加える可能性がね、yes. あるよね。はい、ご飯難しいよ、気をつけて。今日一難しいところだから、中心に置いてた方がいいですね。ちょっと開けて、開けた、開けた。手伝ってくれるんですね。これはちょっとあんまりこうね、影響がない。それ俺限定されるチャンスか、それ。そんなことされたらこれは、何の影響もないですから。そうですか。さっきもっとこうやったらよかったなみたいなのがあるから、ちょっとやりたくなって。サラダ油とごま油をおおミックスします。いろんなところにごま油が。なぜなら、うん、ごま油が好きだから。OK。 OK。 わぁ、OK。 入れすぎたな。
お、ハイブリッド。ハイブリッドです。あんかけ、卵、フライパン、すべてにごま油入ってる。わお、水が。滑らん、これ、こいつ。あ、そっか、滑りました。出ました。おお、ワイルドやな。すっげー汚れてるけど、大丈夫ですか。卵が足らないかもしれない事件。お、一品一品個性があります。それぞれにね。うん。あ、この人しくった。この人。この人なんかどっか入ったかなって。しくった。思っててんけど。彼ら。まあ大丈夫ですよ。今温められてますから。まあまあ。これ米がね、米じゃない、ちょっとね、卵がね、少ないですね。失敗しました。ちょいちょいこぼれております。いいよ。え、嘘か。もう戻しますか。ワイルドやな。あ、出来栄えじゃないですか。このフライパンあかんな。俺が持ち込んだやつ全然入れてないぞ。あ、それ持ち込みない。ワイルドよ。動きうるさいよね。いいさ。おお。あんだくや。あんだくです。美味しそう、美味しそう。おお。ダクダクです。味は知らんけど。卵焦げてるし、いろいろ入ってるからな。うん、調味料がね、どういう感じにまとまってるかどうか。うん、さあ仕上げ。なるほど。ここに押したやつも置きますから。あ、いいやいいや。お、お、おきったね、キッチン。きったね。ザ男の料理。はい、お待ち。はい、それでは評価のほどお願いいたします。いただきます。いただきます。見た目美味しそうですね。美味しそう、めっちゃ。なんかこだわりありますか。
こだわりはありませんありません。ただ一生懸命作りました。はい、 IH が難しかったです。ん、おー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 おお、うまいぞ。お、うまいか。マジ、あのね、ね、まあ、あの作った本人がどんな味するか分かってへんからね再現したわけじゃないから。いいね。なるほどなるほど。なるほどしか出てこないあのね、胡椒が効いてますね。あ、胡椒入れすぎましたね。そうね、胡椒が効いてる、効いてるっつうか、でもいいスパイス感が出てるね。本来は卵がもうちょっとうまくいってる手だったんですけど、ね、いや、卵もね、いい感じよ。そんなに、硬いとかじゃない、ちゃんとふわふわしてる。おいしいです。うまいですか。うん、よかったです。この餡のとろりすぎず、でももうちょっととろみってあった方がいいですね、これ。なんかこの透明感も、いや、いいよこれ、この胡椒効いてるのはね、吉本スタイルやはいはいはい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。なるほどなるほど。ごま油とね結局俺同じやごま油と言ってば、はい、では第1回天津飯対決、オークス VS 吉本の勝者を決めたいと思います。今回の天津飯勝者は、オークスです。よいしょ。シンプルな工程でシンプルに、まあ、上手に作ってたなと思います。ありがとうございます、はい、美味しかったです。とても美味しかったです。あの手も込んでたし、なんかいろいろこう工夫もされてました。まあ想像よりちょっと薄めかなって思ったんですけど薄かったですね。そう、まあでもね、美味しくいただきました、こちらも、はい、なのでまあ、コースつけがたいんですけど、まあ、今回はオークス映像が美味しかったなと思います。ありがとうございます。グッドファイト、グッドファイト See you soon、 See you soon、 次何しますか。次ね、ちょっとまた考えてやりましょう。はい、はい、そうね、リベンジします。まあ、このまま一生天津飯でもいいんですけど、ずっとまあちょっと違うね、モデルをチャレンジしていきたいと思います、はい、私もチャレンジしましょうか。はい、お願いします。そうだね、じゃあ3人でこうチャレンジしてて、あ、はいですね、はい、審査員誰か呼んで、審査員、そうですね、はいはい、どなたか、はい、じゃあ、はい、ぜひやりましょう、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。